こんにちは、久々に西日経堂です。今日は妄想ニュースまとめやっていきます。まずはシェヘラザードの重心化が決定しました。この間ニーベルンゲン来たんでね、ちょっと似てるんですけども、貫通ゲージ、砲撃型、性能はこのようになっておりまして、新アビリティの SS ターンチャージっていうものは、味方3体に触れると一番最後に触れた味方の SS ターンを2ターン短縮します。まあサポート役のアビリティですね。まあこれをうまく利用すればね、 SS がめちゃめちゃ強いキャラとかより早く打てるっていう感じなんですけども、まあシェヘラザード艦隊で組んだ時やばそうですよね。もともと短縮ついてるし、なんなら SS 打てば味方を無敵化するんですけども、ターンチャージと組み合わせると艦隊でやればすごいことを起こしそうかなと思いました。ちょっと忘れがちなんですけども、友情コンボの十字レーザー EL と調教評価も砲撃型なんで、そんなぶっ壊れほどの友情コンボではないんですけども、普通に強い友情コンボでございます。特にね、味方に触れると本当に優秀なキャラなんで、まあ、できるだけ多くの味方に当たりましょうっていう感じでございます。足も速いって言ってましたね。また使ってみたライブやるんで、よかったら見てください。これは非常に楽しみですね。そして皆さんお待ちかねの情報修正が来ます。これ超嬉しいですね。1月29日の火曜日にメンテナンスするんですけども、それが明けたら実装されます。まずはエルドラドですね。アンチ魔法陣追加、ゲージの回復 S が回復になりました。単純にアビリティが増えたっていう感じなんですけども、もともとエルドラドっていうのは活躍の場面少なかったので、魔法陣追加ということでさらにめちゃめちゃ活躍できるかって言われたらそうでもないんですけども、まあ今年は魔法陣の年なんじゃないかなって言われてるので、まあこれは期待できますね。そしてルビーなんですけども、友情コンボがツインダンクレーザー EL になりました。カルナが持ってる友情コンボなんですけども、砲撃型なんですよね、ルビーは。そこが見どころでめちゃめちゃ強いと思います。そしてサブ友情も調教貫通ホーミング4という風になったので、サブ友情も強化されております。とにかくこれ艦隊で組んだらヤバそうですね。そしてワールドですね、超アンチ磁力バリアに変わりまして、友情コンボも強化されました。調教ホーミング18とサブ友情が扇形拡散弾中ですね。両方とも闇属性になるのかな、だったらかなり強いと思いますね。いずれにしろ超 AGB がついたことによって活躍の幅が広がりました。しかもですよ、情報修正キャラはなんと84体対象ということで、この動画撮ってる段階では詳細発表されてないんですけども、よくよく見てほしいのが限定キャラが結構入ってるんですよね。クレオパトラとかランソルト X とか入ってます。さらには前からずっと言われていたギムレット、スタノー、ゼウス、そして去年重心化のアポロも入ってます。さらにはチャンドラとかデルロッテもね入ってるんで、これどうなるんですかね。そもそも現状強いのにこの2体情報修正するとなると非常に楽しみでございます。その辺のまとめた動画出したかったんですけども、僕明日から台北ゲームショー参加ということで台湾に行くので、ちょっと動画お休みさせていただきます。申し訳ございません。本当にね、毎回この情報修正に関しては動画出しているんですけども、今回ちょっとまとめとか注目すべきキャラの動画はちょっと遅れるというか、もしかしたら出せなくなるかもしれないんで、あらかじめご了承ください。申し訳ございません。とにかく僕も楽しみにしております。あ、ちなみに東京に帰ってくるのは月曜日の夜9時ぐらいなんで、台湾でちょっと YouTube ライブとかするかもしれないんですけども、あらかじめご了承ください。あと東海議の情報出ましたね。プロに挑戦モンストスタジアムっていうものが開催されまして、プロチームより早いタイムを出した方には認定書とオリジナルステッカーをプレゼントされます。ステージはこのようになっておりまして、僕ら愛重心帝一門はイザナミをやりました。ちなみにワンパンはしないのでご安心ください。ワンパンなしの貫通編成ですね。なのでそれに勝てるようなタイムを出してください。先に言っときますと2分台なので、皆さんぜひ挑戦してみてください。お会議のスケジュールはこのようになっておりまして、2日目がジュニアグランプリの決勝ですね。ちなみに土曜日は僕ら台北ゲームショーで台湾の方とかとスタジアム対戦するんでね、よかったら応援してください。そっちもね、台湾バージョンのモンスト公式で配信されますので、概要欄にリンク貼っておくので、よかったらねそっちも応援してください。重心帝からは僕とアボー、そしてカベドンズのキララさんとベーコンさんで出演します。応援よろしくお願いします。てな感じでございます。とにかく情報修正楽しみですね。ではご視聴ありがとうございました。わかりやすかったよ、参考になりましたって方はぜひ高評価グッドボタンお願いします。あと僕のチャンネルの方なんですけども、まだ未登録の状態で見てくださってる方が 70% 以上いるので、よかったら登録の方お願いします。それではありがとうございました。